今年度をもちまして東海大学を中退することになりました。横浜ビーコルセアーズと選手契約を結びました。挑戦です。
ぱり強豪のアルバルクさん相手に40分間戦い、39分59秒最後の最後まで戦い、チームとして戦い抜いたんですけど、最後自分のシュートが決まってればというか、まあ決めきれなかったことが負けた原因なんで、まあこのシュートをこれからに絶対生かしていきたいなって思います。ビーコルブースターファンの皆さん、本当に今日も熱い応援ありがとうございました。まあ、本当に最後自分が決め切って、まあ、ファンやブースターの皆さん、チームメイト全ての方にこう結果や勝利というところをお見せできればよかったんですけど、まだまだ自分の力がなくて、皆さんにこう結果を、勝利という結果をお渡しすることができなかったので、本当に申し訳ない気持ちですし、本当あとでもまだ9試合シーズン残っているので、この9試合でしっかりとファンやブースターの皆さんに勝利をお届けできるように、チームとしても頑張っていきたいと思いますし、個人としてももっと精進してやっていきたいと思います。